皆さんこんにちは。今日は慢性外耳炎の柴犬おみつの耳のケアについて動画を撮っていこうと思います。なぜこの動画を撮ろうかなと思ったのかというと、柴犬って外耳炎だったり皮膚炎だったりアトピーやアレルギーがとっても多い犬種なんですね。柴犬じゃなく他の犬種のワンちゃんでも外耳炎を持っている子って結構いるんですよね。お家で耳のケアをできる子はすごくいいんですけれども、中にはおみつみたいに家でできない子もたくさんいます。おみつは耳が今まで全然触れなかったんですね。敏感な部分で嫌がっちゃうので、1週間に1度病院に通って耳の掃除をしていて、最近ちょっとだけ克服して耳の掃除が家でできるようになりました。今日はちょっとケアの仕方を動画に撮っていこうと思います。やっていくか。やっていきますか。もうこれ嫌な顔してます。よし、じゃあやっていきます。まず耳掃除をするにあたって、うちで使ってるものを紹介していきますね。まずこれですね。これはノルバ酸オチックといって耳の洗浄液になります。これを使ってまず耳の洗浄をしていきます。で、耳の洗浄をした後にはちょっともうなくなりかけちゃってるんですけど、このビクタスクリーム耳の中に入れてケアをしていきます。で、まあ洗浄をしていくんですけれども、おみつただいきなり耳を触ったら怒ってしまうのでちょっとコツがいるのですが、リムの洗浄をしつつ耳の洗浄もしていくっていうやり方でやります。シャワー出します。リムのケアもするので体お湯で濡らしていきますね。まあおみつは背中とお腹の部分にちょっと赤みがあるプツプツができているので、これを洗浄していきます。背中を洗っていますよ。皮膚のケアなので耳とは別なんですけど、このマラセブシャンプーを使います。おみつは皮膚にマラセチア菌っていうものを持っているので、プチプチができているので、これを局部に塗ってちょっと時間を置きます。マラセブシャンプーはシャンプーしてちょっと時間を置くことによって効果がより高くなるシャンプーなので、箇所に塗ってちょっと時間を置いてる最中に耳掃除していきますね。今日は2箇所ですね。耳の掃除をしていきたいと思います。ついでにちょっと首周りもシャンプーします。匂いのよだれだらけで臭いので洗浄していくんですけど、耳垢がすごかったら綿棒を使って耳垢をごっそり取るとか、あとなんかガーゼのようなものを耳に巻きつけて耳の中を拭いたりするんですけど、うちはこれ使います。歯を磨くものなんですけど、まあ、これ一回も歯には使ってなくて洗浄液を染み込ませます。こんな感じ、なんか染み込ませて拭いていきますね。今3日に1回のペースなので全然汚れてないですね。でも炎症起きやすいので3日に1度は今やってる状態で、反対側も違うものを使って洗浄していきますね。ちょっと耳触りますよ。残ってますね。これも全然汚れてないんですね。もう一時期本当に3日ぐらい経ったらもう黒い耳垢がごっそり出たりしたんですけど、今はちょっと症状が落ち着いてるので黒い耳垢はほとんど出ないです。で、3日に1度っていうのも今ちょっと期間を測っている最中で、もうちょっと良くなったら1週間に1度とかにしていこうかなと思ってます。病院に通わなくてもできるようになったので、病院に行くペースは2週間に1度に減らして、まあ、耳をチェックしてもらいますね。で、まあ、次このビクタスクリーム塗っていこうと思います。で、これ塗るのもうちピンセット使うんですね。病院で主に使ってるのは、まあ、ピンセットでコットンを巻いて洗浄したり薬塗ってるんですけど、うちはいきなりこのピンセットを耳にこう入れちゃうとおみつすごい嫌がるので、こっちで最初に耳に慣らしてからピンセットで薬塗ってるんですけど、ピンセットも危ないんですよ。これもう尖ってるし、あんま使うのって良くないんですよね。
私は前なんですけど、動物病院で勤務をしていたので、耳掃除の様子をよく見ていたのもあるし、勉強もしていたので、犬の耳の中の構造、完璧じゃないんですけど、理解しているので、これ以上行ったら危ないとか、この辺に塗ったらいいとかっていうのも分かるので、危なくない程度になってます。で、これピンセットですね。コットン挟んで、巻きます。こんな感じにしてクリームを乗せて耳、ちょっとごめん見えないね。できました。ちょっと黄色いかな。でこれを反対の耳もやっていきます。あんまりこうコットンを薄くしすぎると耳を傷つける可能性があるので、コットンはまあちょうどいい厚さ、その子の耳に合った大きさにして、こっちもつけてやっていきます。こんな感じですね。こう、まあ時間を置いたので、さっきマラセブシャンプーをつけたところを流します。拭いて終わります。1日1回疾患がある皮膚にも薬を塗ります。今塗らないです。お散歩終わったら、皮膚が柔らかい場所、荒れやすい場所、例えば口周りだったりとか肉球の間とか、マラセブシャンプーをちょっとだけ入れた洗浄液を家で作ってます。これをお散歩の後は手に塗って拭いてあげます。目元も塗りますね。回し塗って適当です。こんな感じで終わりですね。外に出るたびにこうやってやってます。外耳炎の主な症状は、かゆみであったり、黒い耳垢が出たりとか、膿が出たりとかですね。他には、耳から悪臭がするとか、そういったことが挙げられます。あとは片耳が下がっているとか、頭をすごく振るとか、そういった症状が見られたら、一度病院を受診することをお勧めします。体質的にすぐに治る子もいれば、お蜜のように慢性化してしまう子もいるので、気になった時は1日でも早く受診するのがいいのかなと思います。今は午後のお昼寝タイムです。そんな感じで今日の動画終わりたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。